まず今節にかける意気込みなんですけれども、どういった心境で来ましたかそうですね、目指してたのは12人入りだったんですけど、惜しくも13位にできたんですけど、もう気持ちは切り替えて、本当にレースは変わらないんで、この大会を地元で盛り上げれるよう、精の精一杯頑張ろうという気持ちで入りました。今年1年1を通ししてはいかかかがででたかまあ自分のフライングとかで休みも多く、本当に、 正気の上積みもなかなかできず、苦しい1年だったんですけど、いろんなものも得れて勉強になったんで、あの1年の思いぶつけていきたいなと思ってます。引いたモーター、今日の手応えとしてはどうだったんでしょうか？そうですね。ちょっと足とか乗り心地がまあ、自分の感じとは合わなかったので、まあ前回来た感じですぐ片面だけ叩いたら反応があったんでまあ、そっちをベースにこれから明日。あの。 あのジュニレースに向けてあの仕上げていこうかなと思ってます。1号艇ですので、まあ、コースの確認なんですけれども、はいインコースからいきたいと思います。スタートも地元ですので大きな不安というのはなさそうですか。いや今年本当1回しかしてないんで、まあ、でもその1回でいろいろ掴めたし、まあ明日は明日でまた変わると思うので、ジュニアレースのニヤしっかり合わせて練習はし,します。気持ち入れてこの大会盛り上げれるように最高のレースします。お願いします。 今年なんですけれども、ここまで振り返ってどういった一年でしたか。そうですね、頑張ったと思います。はい、まあフライングえっ、ー、と一本し,してしまったんですけど、えっとまああとは悪くなかったかなと思います。はい。年末ラストの今節なんですが、どういった意気込みで一節間走っていきますか。そうですね。あの12人には残れなかったんですけど。 えっと、まあ、今年の締めくくりというか、まあ。えっ、ー、と、一生懸命盛り上げられるように、頑張りたいです。ここ浜名湖との相性というのは、どうでしょうか。<laughs> あの最近あまり良くないんで <laughs>、もう、ちょっと頑張りたいです。はい、全件日乗ってみてのモーターの手応えは、今日はいかがでしたか。ちょっと行き足に違和感、あるかなっていう感じで。ちょっと な多分会えば悪くなさそうな気はしてるんですけど、ちょっとまだ会ってないかなっていう感じです。ドリーム戦までの作業なんですが、どういったことを考えてますかそうですねあのプロペラもちょっと叩いて、回転合わせたいです。はい、元地元で、えー、っとたくさん練習してきたので、えー、最後、えーっと、盛り上げられるように頑張ります。お演ください 川野選手にとっては今年はここまでどういった1年になってますかと年はまあ課題もたくさんありましたけどいい1年だったかなと思ってます全装置での優勝もありましたが、はい、近況のリズムというのはそうですね、がまごうりのチャレンジはだめだったんですけど、まあ、前節良かったし、まあ今年1年通してあのどんどんよくなっていると思っているので、まあ、リズムはいいと思います。 ここ浜名湖の水面も輸出実績も十分ですよね、はい。そうですね。ここ最近輸出してるだけなんですけど、<laughs> まあその悪いイメージもないので、はい。今回手にしたモーターですが、全県、はい、の印象としてはどうでしょうか。うん、まあ特には。まあここがいいっていうところ、は今のところはないんですけど。まあ普通かな、はい。悪いところもなさそうですか。あ、今のところはちょっと行き足関係はあまり良くないですね。はい。 ドリーム戦までの作業なんですが、どういったことを考えて、はい。そうですね。大きなことは多分やらないんですけど、まあ外回り点検して、あのプロペラを点検して。叩いていこうかなと思います。いいレースして、今年を締めくくりたいと思います。最後まで応援してください。宇野選手にとって、今年ここまで振り返ってみていかがですか。ものすごく波のある一年だったなと思います。はい。まあ休み入る前は。 良かったと思うんですけど、はい、この休みの間の1か月がどうかなっていう感じです。浜名湖との相性というのはどう捉えてますか名まはあは、なんかでペラが分かってるとかじゃないんですけど、もう来て、全県から大体なんか感触がいいので、イメージはいいです、はい、実際、今回の全県も感触良かったですか そうですね。はい、はい、あわ悪くはなかったです。はい、ドリーム戦に向けて調整作業は今のところどういったことを考えてますか？まあちょっと回転合ってなかったかなと思うので、まあ、まずは回転合わせて乗り心地を良くしたいなと思います。4号艇です。4枠との相性というのはご自身どう捉えてますか？まあ好きなコースではあるんですけど、あの？刺すのは下手くそです。はい。 じゃあもう攻めていくイメージでしょうか。みんなが遅れてくれれば、はい。今節も私らしく走ります。応援お願いします。年末になりましたけれども、竹、はいはい、選手は今年はここまで振り返ってどういった一年になりましたか。一年を通してよくはなかったかなと思います。はい。どういったところが例えば課題が残った部分だったんでしょうか。えっと全体を通してもうちょっと結果を出し切れてないので、はいその辺です。 まあ今回手にしたモーターなんですが、はい、前傾の感触としてはいかがでしたか。ちょっと足弱いかなと思いました。はい。もうそれは足合わせやスタートトックんで。足合わせはしてないんですけどスタート練習で、はい周りとの比較で思いました。ドリーム戦に向けて作業としてはどういったことを考えてますか。とまずそうですね本体外回りから見ていって、ちょっとずつよく。 ちょっとずつっていうか、まあだいぶ良くはしたいんですけど、はい。見れるところから見て行き、足や乗り心地を良くしたいです。5号艇なんですけれども、5号艇との相性っていうのはご自身どう捉えてますか？と好きな枠ではあります。はい、レースイメージはありますでしょうか？イメージはそうですね。どっかまくりさせたら一番いいです。集中していそいそいいレースできるように走ります。応援してください。 運動選手にとっての今年なんですけれども、ここまで振り返ってみていかがですかいや、もう本当苦労しました。調整面においてあのかなりずれてて、いいエンジン引いても出し切れてないのがほとんどです。近況もそんな感じですかはい。今回手にしたモーター、今日の感触としてはどうだったんでしょうかあ周りと一緒でした。 はいじゃあの、良くも悪くもないような、そういった感じですかはいあの一時に比べるとあの、ちょっと下がる感じが若干なくなってきたので、今日うもまあ同じだったので、とりあえず OK かなと思いますドリーム戦までの作業なんですが、どういったことを考えてますかまあ前回の方が優勝戦に乗られているので、まあ、そこら辺で調整できたらなと思いますね。はい 6号艇ですが、まあ、コース取りは考えますか？まあピット離れが出ればですけど。まあ、繰り上がったんでね。さっき今さっき知ったんで乗って <laughs> はい。<laughs> <laughs> なので、まあ、ま様子見ながらはい。1年を締めくくれるようないいレースをしたいと思ってます。えー、優勝戦に乗って優勝できるように一生懸命走りたいと思います。